全部包んでくる。はい、皆さんこんにちは。アンニョンハセヨー。アンニョンハセヨー。はじめまして。僕たち非常にこういう大きなところでお話しするのに慣れてないので、いろいろとこう見苦しい点があるかと思いますけれども、ご容赦ください。それではまずはじめになんですけれども、あれ、あ、うん、おっしゃった、はい、僕たち、まずアークシステムワークスという会社から来たんですけれども、アークシステムワークスという会社は聞いたことある人いますか？お、あ、ありがたいですね。半分ぐらいかそれ以上は知ってもらっているようですね。ありがとうございます。アークシステムワークスという会社はですね、今動画をご覧いただいて、アニメのようなキャラクターが出てきたと思うんですけれども、ああいうキャラクターを、動かして 2D 対戦格闘ゲームというものを主力に、作っている会社でございます。で、我々はもともとストリートファイターとか鉄拳とかに影響を受けて格闘ゲームを作ろうと思って始めたんですけれども、今ではですね、結構その実際にカプコンさんだったりバンナムさんだったりというところからお仕事をいただけるようなところまで今来れました。そういう格闘ゲームをずっと作り続けてきた僕たちが、この30年間に一体どういう挑戦をしてきたのかということを、皆さんに今日は聞いていただこうかなと思います。それではちょっと遅くなってしまいましたけれども、自己紹介の方をさせていただきたいと思います。まずは僕は大輔石渡、石渡大輔と申します。はい、ありがとうございます。アークシステムワークスの CCO でギルティギアシリーズの監督を歴代務めております。よろしくお願いいたします。はい、同じくアークシステムワークスの安部と言います。CTO です。僕は最初のギルティギアをリードプログラマーとして務めさせていただきまして、それ以降に関してはちょっと今回残念ながら紹介できない他社さん の優れたタイトルをいろいろとお手伝いさせていただいておりました。今回ここに挙げさせていただいたのは社内のいろんなスタッフの協力があって、30年の歴史を語らせていただきますので、代表としていろいろお話しさせていただけたらと思います。よろしくお願いします。それでは本日のプログラムとなるのですが、まずアークシステムワークスの30年の歴史、そのチャレンジ、最後に Q&A というような、短いコンパクトの内容になっておりますが、まずアークシステムワークスの始まり、アークシステムワークスという会社は30年の歴史があるんですけれども、僕らが入った頃はちょうど20年前になります。なのでちょっと10年分ぐらいちょっと知識はなかったりするんですけれども、その僕らが入った当初、アークシステムワークスという会社はファミコンからスーパーファミコンまでをメインプラットフォームとした開発をしておりました。つまりピクセルアートというものを中心にアート活動をしておりました。その頃のアークシステムワークスが作っていたゲームということなんですけれども、はい、ご覧いただいている通りの、アクションであったり、RPG であったり、レーシングであったり、アドベンチャーだったり、スポーツだったりとほぼ全てのジャンルを手掛けていました。しかしながらですね、それらは全て受注の案件ばっかりだったんですね。要するに自分たちアークシステムワークスオリジナルタイトルというのはまだなかったんです。ところがこの1995年のエグゼクターという作品を皮切りに初めてのオリジナルタイトルを出すことになります。そしてそれ以降は今現在に至るまで数多くのオリジナルタイトルを作れるようになってまいりました。そんなアークシステムワークスのアートに関わる歴史をちょっとピックアップさせていただきたいと思います。まずその起点となるタイトルをですね、ちょっとやついばやにはなってしまうのですがご紹介させてください。まず一つ、1995年、これが記念すべきアークシステムワークス初のタイトルになりますね。オリジナルのタイトルエグゼクターという作品なんですけれども、これはちょうどスーパーファミコンから、プレイステーションという、プラットフォームに切り替わる時代でして、うちも本格的にちょっと新しいピクセルアート以外のことをやろうかというような試みで作られました。
その次が1995年ウィザーズハーモニーというゲームになるのですが、こちらはピクセルアートといっても、キャラクターのこういう大きい立ち絵を中心としたアドベンチャーゲームになっております。そして1998年に、ギルティギアというものがプレイステーションで最初の作品が作られました。こちらはアーケードで人気のタイトルと同じクオリティをすでに出回っているタイトルとかと肩を並べられるクオリティのものを作ろうということで挑戦が始まりました。そして2000年になると、アークシステムワークス初のアーケード作品として、ギルティギアイグゼクスが誕生します。こちらの方はですね、非常にスペックも前回より高くなっておりますので、グラフィックが大幅にパワーアップしております。そして2003年ですね、こちらの方は見た目は1個前のと近いものがあるんですが、ギルティギアイスカといいまして、画面の方では2キャラしか映ってないんですけども、実際は4人で対戦できる格闘ゲームというものを、作ってまいりました。そして、2007年、ここについにフル 3D の、対戦格闘ゲームというものが、作られます。これは完全 3D になっているんですけれども、プレイフィールの方は 2D に寄せてあるというところが技術的に初めて試みられた作品になっております。また16対9という画面比率に関しては、これがアークシステムワークスでは最初の格闘ゲームの、比率です。この中にこの16対9という画面の大きさがピンとくる人、来ない人っていますかね。逆に言うと、そうだな、今はモニターって大体16対9という、サイズで横長のテレビ画面になっているんですけれども、ちょっと前は4対3といってかなり四角に近い状態だったんです。この状態を知らない人っていますか。いないみたいです。ありがとうございます。わかりました。そして2007年になると、本格的に格闘ゲーム以外のものにも挑戦していこうということで、当時 3D 自体がもっと技術的に一般的に普及している時だったので、我々もハイエンドなグラフィックを使って、ゲームを作ろうかなというような挑戦が行われました。このようにですね、今までの 2D 格闘とは、一風変わっておりまして、当時の PC ゲームのような、スペックの、グラフィックというものを非常に目指して作られました。この時代に、後につながっていくような技術というものをたくさん作られたんですけれども、作られましたという感じですね。そして2008年になってくると、ここでアークシステムワークス初の、HD 解像度の格闘ゲームというものが作られます。まあ、こちらも16対9の、対戦格闘ゲームなんですけれども、 2D としては、これが最初のゲームになります。で、まあ、この作品に関しましては我々の提示する 2D スタイルの、対戦格闘ゲームのビジュアルとしては一つの完成を迎えたかなと思っております。そして続きまして2014年になると、アークシステムワークス初のトゥーンシェード 2.5D 格闘ゲームというものが出てきます。タイトルは、ギルティギアエグザード。ゲームではなくてアニメの技術というものを、研究して作られた作品になっております。では改めて、ちょっと今さらさらっと説明させていただいたんですけれども、各時代ごとに我々がどういう挑戦をしてここに至ったかということを、ちょっと振り返ってみたいと思います。まず1998年、こちらで初めて、我々、僕石渡大輔と隣にいる安部が、制作した最初のギルティギアというものがプレイステーションで、制作されます。発売された年が1998年なんですけれども、開発自体はさらにその2年ぐらい前になります。はい、こちらがですね、当時の会社の事情でございます。どうだい、安倍君。そうですね、全然先輩のスタッフとかがいないような状況で、学生スタッフ3人とかで
こういうタイトルを一本任せていただいたっていうことで、ノウハウがそもそもなかったし、インターネットをこう簡単に調べるっていう環境でもなかったので、なんか全てが自分自身でなんとか頑張んなきゃいけないっていう状況の中、社長がよくこのタイトルを任せてくれたなっていうのは驚くべきところですね、まあ、やはり会社全員合わせて6人しかいけない会社というところで、さらにギルティギアに関わっている学生スタッフというのは学生が3人だけだったということで、まずそもそもゲームの作り方もわからないみたいなところですね。そこからいろんなこうゲームを研究していって、まあ、このようなスペックで作るとそれっぽくなるぞということが分かってまいりました、ローレゾリューションと書いてあるところ、これは画面のサイズですね。大きさ非常に、小さいです。 320×240 と書いてありますけれども、今だと安部君大体皆さんが見ているテレビの画面比率ってどれぐらいでしょうね。もう全然こんなのからもう5ミリ粒ぐらいに小さい画面のものを今は昔は作ってたっていう感じなので、はい、今見るとかなりサイズ自体は小さいですよね。で、一つのキャラクターについて、色は16色しか使えないというような状況でした。で、まあ、ここまではとりあえず分かったんですけれども、じゃあどうやったらそのアニメーションとか作れるんだろうということが、基本的なことが全然分かっていなかったので、まずアニメ会社に相談しに行きました、そして一つのワークフローができたんですけれども、それがこういうような形です。一番左の、あれがですね、スタッフが当時描いた、絵コンテとなっております。すごく落書きのようなものが描かれていますね。で、この指示書をもとにアニメ屋さんに、その次のところですね、絵を描いてもらいまして、でさらにハテナとなっているところなんですが、こちらで、スプラインで絵を描くというような余計な工程が入っております。さらにそれを、ドット絵に落としていくというような複雑な工程を踏んでいるわけです。この安部君、これの説明ってできる？これ本当はスプラインって画面を大きくしてもこう綺麗なカーブが描けるっていうのがいいポイントだったんですけど、実は僕らが作ってるのって本当に豆粒みたいなちっちゃな解像度だったんで、この作業する必要なかったんじゃないのかなっていうのが僕らは分からなくてそうなんですよ。これはアニメ屋さんから教えてもらった方法で、このスプラインというものを使って絵を描くという感じだったんですね。で、そのアニメ屋さん曰く、これはどんなに絵を大きくしても線がガタガタにならないんだというのが売りなんですが、結局その後縮小するんで意味のなかったことなんですね。ガッタガタになっちゃいましたガッタガタになっちゃった時で、色も16色に減色されてしまいますので、はい、ということで、まあ、非常にこう苦労が多かったんですけれども、まあ、イメージ通りのグラフィックを作るということには、絵を描くことだけ以外にプログラムの方にも壁がありました。まあ、でもプログラムの壁っていうよりは、実際は3人とかでしか作ってないので、指示書とかそういうのが一切ないんですよ。そうですね。だからそれでですね、こうなんだろう、レッツファイトとかそういう感じのこう画面に出てくる演出とかもロゴデータをこう渡されるだけとかで、どう動かすとかがないんですよね。要するにその指示書というものがなかったんですね。ゲームの設計図みたいなものが今と違って全くないような状態で、この僕が例えば絵を描いたものを安部君にポンと渡して、これ動かしといてみたいな、そういうようなやり取りでゲームを作っていたという感じになっております、ね、ノリで作るっていうような状態でした。そうですね。そして細かい、内容に関しては、その当時他のゲームの攻略本が出ていたので、そういうものを熟読して、こういうことしたらそれっぽくなるのかというようなことを見よう見まねでやっていた感じですね。で、実はちょっとこれこぼれ話なんですけれども、この時すでに、一番最初の格闘ゲームで 3D に挑戦していました。それがこのビジュアルなんですけれども、これは実際に動かないゲームで、僕はフォトショップで適当に作ったものです。まあ、ご覧いただいた通り、とても魅力的とは言えない内容かなと思うんですけれども、まあ、こちらの方は満足なクオリティに達さないので、まあ、断念いたしました。まあ、計画がとにかく非常に曖昧だったかなと、そういうような時代です。で、まあ、当時の我々としては非常にこの効率的という言葉から非常に縁が
なかったというか、ほど遠いようなやり方だったんですけれども、結局やれたことというのは何かというと、この根性、これしかなかったかなというような感じですね。それもこれも逆に言うと、その学生だったからこそ、なんかここで諦めるべきだとか、そういうことを考えずに前進できたのかなと思います。若いっていうのは良かったですよね、これ思うと。まあ僕らも若かったですし、ゲームのその市場自体もまだ今みたいにしっかりしてなかったというところが良かったのかもしれません。しかしその頑張った結果がですね、誰かが評価してくれました。それがこの後につながっていきます。2000年に入ります。ここで、アークシステムワークス初のアーケードタイトルとなる、2D 対戦格闘ゲームギルティギアゼクスというものが、発売された時代になります。この当時になってくると会社がどのような雰囲気になっていたかということですね。社員数がだいたい10名程度の、外部会社に開発を委託するようになりました。そこまではいいんですけれども、攻略本がやはり我々の教科書ということはこの時代でもあまり変わりませんでした。ただしこの頃になってくると、初のアーケード作品ということで、1個前のその家庭用の格闘ゲームとアーケードの格闘ゲームではそのお客さんの質が違うということを、非常に意識しながらゲームデザイン自体は大きく変わっていきました。そしてこれが当時のスペックですね。ここのハイレゾリューションと書いてあるところ、これはもうさっきの2倍になっております。 640×480、 つまり絵が細かくなったということになっております。そしてキャラクターのサイズや色数なども先ほどの1個前のゲームよりさらに倍になってますね。そしてワークフローも先ほどいらなかったところをしっかりと削り落として、シェイプアップしました。ところでちょっと、ここでローレゾリューションとハイレゾリューションという言葉があるんですけれども、このスペックの、ことをちょっと分かる方いるかなと。最近ではあまり聞かないと思うんですけれども、ローレゾリューションというのはこのいわゆる 320×240 の4対3の画面比率の粗いゲーム画面ですね。でハイレゾリューションというのはその数字的には倍になる 640×480 ということで、ちょっとこう分かりにくいかもしれませんけれども、1個前の画面と比較するとちょっとかなり細かくなっているかなと思います。絵が、もう少し分かりやすいように見ていきましょう。この左の方が、ローレゾリューションで、右下の方がハイレゾリューションということになっております。このような形で比較するとキャラクターの表情などが、細かく描けるような時代に突入しました。もっと具体的に見ていきましょう。左のちっちゃいキャラクターが一番最初に作られたギリティギアのサイズのキャラクターで、右の方が、ハイレゾリューションで作られたキャラクターのサイズとなっております。こうして見ると大きさがもう一目瞭然なんですけれども、これ数字上は2倍でも面積としては4倍になるんですよね。非常に大変な工数がかかってきます。で、まあ、この当時はですね、他社さんの作る格闘ゲームとかでもこの 320×240 という小さい解像度の方が、まあ、メインだったんですよね。まあ、大きな解像度の対応は僕らでは大変だったということですよね。そうですね。まあ、ただそれに際しても全く作り方が分からなかったものですから、どういうことをしようかということでですね、こういうことをしてみてはどうかなという、このちっちゃいキャラクターを単純に拡大して、このように表示したらいいんじゃないかというような形ですね。予算も期間もなかったから、はい、プレステ版を大きくして対応しようっていうそんな感じでやってみました。まあ、ところがですね、まあ、この偉い人からそんなんじゃダメだと、汚いでしょと、色数も増やしなさいみたいなことを言われてですね、まあ、挑戦していくというような形になってくるんですけど、色数を増やしてもっと最初から書き直せというのがこうボスから出た命令ですね。そうですね、まあ、これはダメですというふうに言われてしまいました。しかしこれ本当にやるのかということで僕らの中でも非常に話題になったんですけれども、
640×480 というサイズは当時そのキャラクターを大きく描くイラストを見せるようなあのゲームでしか使用していない高解像度だったんですね。なので他のメーカーさんもチャレンジしたことのない領域、しかも僕らはその学生上がりで格闘ゲームをようやく1本作り終えたようなメンバーで、どうしようかなと、でしかもこれを280枚も描くのか大変だなみたいなところで非常にこう怯えていたんですね。ところがここでまたボスが出てきて、枚数も増やせというような話になりました。2倍にしろという2倍にしろみたいな話になって、できるのかというようなことだったんですけれども、まあ、挑戦した結果期間も間に合わず予算もオーバーしたというような結果になってしまいました。しかしあの新しい挑戦を行ったことで計画通りとはいかなかったんですけれども、結局その時も根性というようなことで乗り切ったという感じですね、はい、ワークフローじゃないですね。ワークフローではなかったですね、まあ、この作品を作ることに対して妥協しない開発のスタイルがですね、一つの結果を生みました、世間の注目を集めることになりました。まあちょっと褒めていただきました。やればできるちゃんと、まあ、ちなみに当時あのアートスタッフにちょっとインタビューをしてみたんですけれども、納得ができるまでこう何度もやり直すってここには書いてあるんですけども、実際はそんないい感じの記憶じゃなくって、ここにいる CTO の石渡がいいものができるまでスタッフに何度でもやり直しをさせてて泣いていたからのおかげですねそうですね、あの当時の苦労話ということをインタビューしてみたんですけれども、あの、まあ、こんな綺麗な言葉ではなく実際はもっとあの怖い言葉で言ってましたでここでまたちょっとしたこぼれ話になってくるんですけれども、当時日本であの僕たちのゲームのドットを打ってくれている会社がいたんですけれども、その人たちが一体どうやってドットを打っていたかということで、あのおそらく皆さんは想像されるのがこうマウスを使ってこうドットを打っていくんじゃないかと考えられるかもしれないんですけれども、ジョイスティックですこのジョイスティックを使ってその当時、外注の会社がこうレバーとボタンで一生懸命操作してドットを打つというようなスタイルでした、ちなみにこれはあの最近出たスティックな映像なんですけれども、その当時 その専用のスティックはボタンが20個以上あるような特注のものを使っておりました。さらにそれを高速で動かすものですから非常にうるさい音がします。みんなでガタガタしてすごい音がしてましたねその、 あのスタジオの方に見学に行くと非常に騒音がうるさいというで、まあ、アークシステムワークスは普通にマウスとキーボードでした。そしてここでいよいよ2009年というような時代になってきますね。はい、あ、飛んじゃいました。あ、どんどん飛んじゃいました。すみません、ちょっと戻りますね、うん、あれ戻らない、戻っていかない、戻らないですよあ、どうでしょう、行きました、はい、はい、失礼します、当時あのブレイブルーというタイトルが発売された時でして、時代が、プレイステーション3時代でした。で、まあ、この時もあの最初はアーケードで作っておりまして、すでにギルティギアというタイトルが、日本国内とかではそれなりに認知されていて、どのようなグラフィックで、さらに上を目指していくかっていうのが課題になってました。で、まあ、この当時とかでもやっぱりあの主流は4対3のゲーム画面でして、2D のピクセルアートの対戦格闘ゲームとしては初の16対9の対戦格闘ゲームでした。で、まあ、今出てるキャラクターの、ラグナっていうんですけども、まあ、このように美しい、アートスタイルが完成されたんですが、実際、この時代に限られた人員スケジュールでどうやって品質を上げてきたかっていうのを同じく、お話しさせていただきます。まあ、この頃になるとね、もうあのゲームの市場もだいぶ変わってきていたので、もう根性ばっかり言ってられないなということで、ちゃんと作る体制をね、うん、変えていこうかみたいな、そういう転換期でした。そうですね。うん。で、これまたなんかキャラクターの面積サイズばかりの話になってしまうんですけども、さらにあの一番最初から比べると16倍の、ピクセル数になってまして、
まあ、最初4倍とかでもどうしようとかって言っていたので、これを作るって言った時の、問題は非常に大きなものでした。で、まあ、このサイズで本当にできるんだろうかっていう不安がありまして、でそこからこれを何としても完成させるんだぞっていう意味合いで、新しい挑戦が行われていくことになります。それが、3D モデルデータを作るっていうところでした。ブレイブルー遊ばれているお客様とかだったら、まあ、通常ピクセルとかで表現されているのは、ご存知かと思われますが、プレイヤーキャラクターも 3D モデルがあるということはなかなか知られてないかと思います。でなんで、3D モデルが必要なんだろう、ゲーム画面に出てるのは 2D のピクセルアートじゃないかっていうところがあるんですが、それがですね、2D のドット絵キャラクターのために、すいません、納期の保証と、クオリティの保証、これはギルティギアシリーズで努力で乗り切ってたところとかの課題であって反省点でした。でブレイブルーはもう16倍っていうピクセル数なので、この問題に本格的に取り組まなければいけないという状況にあります。で、納期の保証に関してなんですけども、手作業で原画動画を、それこそギルティギアを超えて大量に描くのはとても時間がかかりますし、何より、お願いしていたアニメーターさんがギルティギア時代とかでもよくルールを守らなくスケジュールが遅れてしまうっていうことが多かったですよね。はい、そうですね、それもありますし、あとやっぱり手書きになってくると、絵を描いてくれる人が増えれば増えるほど、その人それぞれに上手い人、あまり上手くない人という人がたくさん出てきます。でそうなってくると上手い人と上手くない人の絵を一緒に合わせることになってしまうので、どうしてもクオリティにばらつきが出てきてしまうというところも非常に不安な内容だったんですね。で、まあ、そこのクオリティ面での保証という意味でも、まあ、今お話ししたようにたくさんの人が原画動画を描くと、品質が、均一化されないので、クオリティ的にも非常に厳しいっていう状況が問題です。なので、まあ、原画、動画はレンダリングを使うことにしました。実際に、この図を見せていただければ分かるように、3D の、モデルデータからレンダリングして、実際にその線画を作ります。で、まあ、この工数を見る、ワークフロー的に線画をレンダリングして、レンダリングした白と黒の線画に対して手でペインティングして、カラーをつけるっていうような作業だったんですけども、もともとハンドペインティングしていくっていうの自体は限られた、職人さん的な人とかがうまくやっていけるような状況でしたので、これはこれで広い面積塗ったりするのが大変でした。まあ、なので、このような形で、ブレイブルーもシリーズが進んだタイミングとかでは、線画の白黒の絵だけではなくって、色もつけるようにしています。で、まあ、これができるようになったのはスタッフも 3D の経験が、積むようになりまして、3D モデルのクオリティも上がりましたし、キャラクターに入れる、骨、リグといったりボーンといったりしてるんですけども、そういった組み込みの、技術も上昇して滑らかなアニメーションを動かせるようになってきています。まあ、カラーがつきましたと書いてありますね。まあ、ちなみにこれ 3D スタジオ MAX のインク&ペイントっていうのを使ってこのような色をつけております。でこれで、作業の効率化とクオリティの担保が得られるようになりました。
でも、まあ、3D のレンダリングとかなのでアニメーションの柔らかさとかしなやかさが足りてない状況でした。で、私たちはアニメの表現の良さをもう少しこだわりたいというところがあります。で、これが一応最近の、ブレイブルーとかで 3D モデルからレンダリングしただけの画像です。まあ、これでも十分綺麗な仕上がりになっていたんですけども、まあ、もっと品質を上げたいのでやっぱり手作業で修正するっていうことをやってしまうようになっています。左側が、レンダリングしただけの画像です。右側がハンドペインティング、手作業で、うちのデザイナーが色を修正を加えている画像です。少し詳しく説明させていただきます。表情、赤枠で関われている部分なんですけれども、右側の表情とかはもう歯を食いしばって目の力強さも感じられるような形で手が加えられています。そして腕のしなりの部分、まあ、通常人間の手とかだと、まあ、関節がある場所でしか曲がらないんですが、まあ、手書きで普段人間が曲がらないような曲げ方を手作業で書き込んでいます。で、力の誇張表現、こう胸部のアニ、筋肉をアニメーションで誇張させてよりこう力強く、力が加わっているような表現をするように手作業で行っています。で、影の表現もこのように加えられておりまして、で最後に、残像ですね、まあ、早く動きの速さと流れを表現するために残像も手作業で加えるようにしています。まあ、結局自動化とか効率化を求めて作業的には早くなったんですけども、こだわったために結局時間がかかって、クオリティを上げられたというような状態です。で、結局のところせっかく効率化したのにですね、根性でまたクオリティを上げましたっていうところですね。まあ、でも今回、まあ、それだけではありませんでした。森プロデューサー、まあ、ブレイブルーのプロデューサーなんですけども、彼に聞いた品質アップの秘訣、ブレイブルーは、作業担当パート分けそれぞれが各パートに責任を持つような整理されたワークフローを実現しております。ギルティギアでは、できる人が全てのことをこなしてしまう、マルチタレント的なことが主体だったんですけども、ブレイブルーはより各パートに専門化された作業をこなすような形で、品質を再現しております。まあ、でも結局マルチでやられてる方もいるんですけどね。ここもね、続きまして、2014年の時代に入ってまいります。これがですね、ギルティギアのシリーズとしては一番最新作のシリーズになってくるんですが、ギルティギアエグザードサインというものがリリースされた年でございます。一つ前のブレイブルーのところでですね、非常にその 2D 対戦格闘ゲームとしては一つの頂点を極めたなというようなクオリティができてしまっていたので、今回我々ギルティギアを作る人たちはどういうものを作ったらいいかということが非常に、課題になってきました。当然、ブレイブルーを超えるものを新しいフラグシップとして作らなくちゃいけないという課題に対して、我々がどういうことのを行ったかということになるんですけれども、ご覧いただいているような内容のものが求められたということですね。まあ、ビジュアルインパクトというものに関しては解像度がもうブレイブルーは、マックスの解像度でやってしまっているので、それを超える新しい表現をやらなくちゃいけない。そして、アークにしかできないというようなビジュアルの方向性、そしてグローバルに、訴求するというところでクールジャパンというものを、目指していこうと
ということになりました。特に真ん中のアークにしかできないというところはですね、アークシステムワークスという会社が非常にそのアニメ的なビジュアルを得意としているというところで、当時ハイエンドなゲームというのは、まあ、フォトリアルなゲーム 3D ゲームが非常に多かったんですけれども、同じことをやろうとしたら、まあ、我々じゃ今からじゃとても追いつけないということで、我々らしいということをとにもかくにも、突き詰めていこうというような形になりました。それがこの 3D なんだけれども 2D に見えるというような、技術というものを模索することになりました。まあ、今ご覧いただいているのが全て、3D で描かれているゲーム画面の画像なんですけれども、こういったものを2D に見えるけれども 3D だというような表現で、作っていきましょうということはなんとなく成功したかなと。まあ、ついでといっては何なんですけれども、3D 化するにあたってそのメリットというものも、たくさん出てくるだろうということが我々の中では期待されていました。ブレイブルーでもかなり効率化というようなところに関しては意識されていたんですけれども、我々はもう一つ先の効率化みたいなものを目指していこうということで、じゃあ 3D になったらどういうことがメリットがあるのかということなんですけれども、この書いてあるキャラクターは 3D で作られています。このキャラクターを使ってバトル画面のキャラクターとしても使うことができますし、技のアニメ演出であったり、あるいはストーリーだけを表現するような映像集であったり、あるいはデジタルフィギュアといったキャラクターをどこからでも見れるようなおまけモードみたいなものを作るときなどに一つのリソースを使っていろいろ表現できるということが大きな強みになるんじゃないかと考えました。そしてカメラアングルを利用した演出というものが、まあ、従来のものからないビジュアルインパクトになるのではないかなというところですね。まあ、こうやってご覧いただくと、おそらく今まで見てきた 2D 格闘ゲームではなかなかない視点から見た画面が作られているかと思います。こういう演出も、当時斬新だったのではないでしょうか。そしてこちらの画面の方は、ストーリーモード、ということで、このギルティギアの世界観のお話を、映画のように見せていくというモードになっております。これも格闘ゲームの画面で使用したキャラクターとかをうまく利用すれば、かなり作業が効率化できるだろうというようなことを期待していました。さらにですね、こちらコンテなんですけれども、通常このギルティギアエグザードまでの絵コンテというものはこのようにイラストレーターがこういう動きをしますよという手書きを行っておりました。それもこのような形で、3D モデルのボーンを簡単に動かして、モーションコンテを作ってしまおうというようなやり方も考えてみました。そうするとその絵を描く人というよりはそのモーションデザイナーが、当たりをつけることができるし、コール&レスポンスみたいなのがすごい早くトライ&エラーができるというところが期待されました。でこれは効率化はかなりすごいぞ、これで楽になるぞと考えていたんですけれども、結局のところゲームスペック自体は非常に重かったんですね。一番軽いキャラクターのモデルでもポリゴン数が大体2万5000ぐらいあって、逆に重いキャラクターになると5万以上あるというようなものになってします。ボーンもかなり多い、通常のゲーム 3D ゲームの中でも非常に多い部類に入ってくるような本数が使用されていたりします。60フレームで動かさなきゃいけないですしね。ああ、そうですね、これは非常に重要なお話で、格闘ゲームというのは基本的にフルフレームで、ゲームが動かないとなかなか緻密な格闘が楽しめないものですから、いろいろな技術的な挑戦を踏まえてさらに60フレームを維持するというのも非常に大きな挑戦になっていました。で、まあ、こういうところもこだわりの一つなんですけれども、ご覧いただいている左の絵と、右の絵、左の絵は 3D モデルを単純に下から写したものなんですが、右の絵はそれをアーティストが、実際にキャラクターの頂点をいじってもっと漫画っぽく見えたりアニメっぽく見えるように修正を加えたものです。こういうものを実際に一コマずつ手作業でやるようになりました。でさらに BB の方でも誇張というようなところがあったと思うんですけれども、この 3D モデルにも誇張が必要ということで、実際にボーンを動かしてその誇張を表現しようというような手法が取り入れられました。これだとちょっと見にくいですね。分かりやすくするとちょっとこういう形になります。このようにこう
胸が大きい方が手が加えられているものですね。小さい方がモデルをそのまま動かしたものです。で他にも、これもちょっと分かりにくいかもしれないんですが、しなりという部分を表現するためにこのように、ちょっと丸く足を変形させて動かすことで、実際にキックを出した時なんかに非常に滑らかに見えるような効果を得られたりします。これも手作業でつけました。もっと言うとこのような絵が出てきます。皆さんから見て左の絵、これが完成の絵なんですけれども、この絵を作るために実は横から見るとこの右のようなモーションを取らせていると、もういろんな部位が変形していたり伸びたり縮んだりとかいうようなことをやっていますこういうのも1個ずつやっていると。で続いてモーションの話なんですが、こちらもアニメっぽく見せるということでですね、この左の方で見ていただいているのがフルフレーム、普通の 3D ゲームはこのようにフルフレームで再生します。そして右側に見ていただいているのがリミテッドということで、我々が、やっている手法ですね、コマを抜いてアニメっぽく見せるというようなことに挑戦しています。まあ、ちょっとこう比較してみていただけると、どちらがよりアニメっぽいかといえば、まあ、僕はちょっと右の方だと思うんですけど、皆さんいかがでしょうかね。ちょっと早いな。そして、まあ、ゲーム画面だけでなく、アドベンチャーモードみたいなところでもストーリーモードですねのところでも映像表現というのはキャラクターのモデルを表示するだけではアニメっぽく見えないということで、このようにアニメに見えるような特殊効果というものも、全て職人の手作業でつけられていきました。ちなみに左の方がモデルをただ置いただけ、右の方が、画面処理やキャラクターの陰影処理なども全て、手作業でつけていったような状態です。でまあ、こう上げていくと非常にキリがないんですけれども、今、説明させていただいたような内容は GDC、の方でですね、過去でうちのテクニカルアーティスト本村が講演を行っておりますので、 YouTube などをチェックしていただけるともっと詳しい内容が見れると思います。まあ、それで結局のところ、まあ、僕らここまで来てたんですけども、作りたいものは効率化の先にありませんでした。いろいろ模索し、分かったことはやりたいことを求め続ける先には何かしらの挑戦が待ち構えている。そこは、効率ではたどり着けない根性の世界でした。我々の小さな挑戦は積み重ねることによって確かな結果を作り出してきました。アークシステムワークスの知名度は徐々に上がり、ドラゴンボールファイターズのような大きな仕事を得られるようになってまいりました。まあ、今日ネクソンさんにお呼びいただいたのも大きなことだと思っております。で、私たちアークシステムワークスの名前なんですけども、アークとは、アクション、まずやってみること、デボリューション、変化を恐れないこと、チャレンジ、挑戦することというのが私たちの社名です。ゲーム開発は楽しいことばかりではありません。それでも我々は新しい挑戦を楽しみにしています。30年にわたるスタッフの熱いこだわりに感謝し、30年にわたるお客様の熱い声に感謝。アークシステムワークスはこれからも根性の職人芸で皆様を楽しませていきます。お楽しみに。楽しみに。ご清聴ありがとうございました。ということなんだけれども、そうですね、そうですね、ここでちょっと一つだけ宣伝させてほしいなということがございまして、こちら任天堂スイッチのDXX シリーズの最終作で最後の 2D グラフィックゲームですね、アクセントコアプラス R というようなタイトルになっております。こちらの方を、任天堂スイッチで出すんですけれども、ここで皆さんに馴染みが深いと思われる、シン・ヘチョルさんの楽曲というものが過去に制作されております。でこのままこ
この楽曲というのが非常に優れた楽曲が揃っているんですけれども、今初めてギルティギアを触る方々が、過去にこのような曲が出ていたということを、ご存じない方もいるかと思って、それは非常にもったいないと思いまして、今回、スイッチ版には改めてシン・ヘチョルさん作曲のギルティギアの、音楽も入れさせていただきたいと思っております。曲数で言ったらすごい豪華な内容なんですね。そうですね。非常に多い、はい、曲数になるんですけれども、はい、CD 買うより安いんじゃないのかな、すみません、以上となっております。はい、そうです、最後に宣伝が入っちゃいましたけど、そうですね、はい、それではちょっとあまり時間もないんですけども、 Q&A を行わせていただきます。